皆さんこんにちは、ドロップ講師の森田亮太です。本日は質問をいただきました。右左足足や右左足足の音量が出ません。全体的な音量を上げるには何を気をつければいいでしょうかということなんですけど、右左足足とか右左足足っていうことなんで、まあ、おそらくラウド系で使われるようなあの手足のコンビネーションフレーズ、まあ、例えばこうですよね。まあ、あのタムとか、まあ、スネアの時は割と音量が出やすいけど、まあ、タムとか、まあ、バスドラとかねとか、まああのまあ、フロアタムとかなんかそういうところで音量がなかなか出にくかったりするかなとは思うんですけど、まずこうドラムの音量の決め手となるのがこうスピード感なんですよね。スピード感なので、タムを叩く時とか、まあ、こうスネアでもいいんですけど、この叩く瞬間にこの指でこのスティックのグリップエンド部分、こっちをスピードをつけて叩くっていうような感じにしたりとか、あとなんかこう手首のね、こう回転で最後こう、スピードをつけて叩くっていうことが、こうタム類の抜けになるのかな。だから決してこう力でこう、うーって叩くよりも、このスピードをつけて叩いた方が、でかい音が鳴りやすいというような感じですかね。で、あとはね、あのスティックの支点っていうのを例えば親指と人差し指でこう持つと、スティックね、こっからここまでのこの動きの感覚になるので軽くなるんですよね、スティックがね。だからあの例えばここを持ったままタム回しするとすごいね、優しいコンビネーション感じになっちゃうので、あの小指薬指側を指定にしてスティックをちょっとねこう重たく持つというか、スティックの重みを利用して叩くようなイメージでいくと、っていうような感じで音量が出しやすいのかな。こうまあ小指薬指側で持って、でこの手首の感覚でスピードを見てると音量が出やすいかなと思いますかね。手足のコンビネーションでうまくいかない例としては、まあ、これって瞬発的にこうタタドドって並べて叩いてるんで、なんか上から下に叩きつけるように叩いちゃったりするんですよ、こうっていうんじゃなくて、上に跳ねて移り変わっていくイメージなのかな。ダダダターンってこう飛んでいく感じ、こうで足もあのドドーンって2つ下に落とすんじゃなくて、なんか上に跳ねる感じにするとバスドラの音量も出やすいので、こうが出やすいのかなと思いますね。まあ、特にこの左半身かな、こう左手とか左足っていうのがなかなかちょっと音量が出にくいので、気持ちいいこの左手と左足の音量をちょっと上げ気味というか強く叩くようなイメージでいくと割と綺麗にね繋がるかな。まあ、右よりちょっと左を強めにするみたいな。音量が出やすいかなと思います。まあ、このフレーズ結構破壊力があってパワフルでね、あの派手なパターンなので、まあ、結構割と使い勝手がいいフレーズなんですけど、綺麗に叩けないと結構ねカッコ悪くなっちゃいがちなので、なので、まあ、綺麗にねこうタタドドタタドドって音をつなげること
を、できるだけ意識できた方がいいので、だから無理にスピードをできるだけちょっとね、上げようとせずに、まあ、ゆっくりから確実に叩けれていけれる方が、まあ、かっこよくね、聞かせられると思うし、まあ、それが上達への近道だと思うので、まあ、ぜひね、そんな感じで試してみてください。本日もありがとうございました。さよなら。